山田陸対山田陸対から1940年2月10日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。福岡県出身。1890年7月陸軍主管学校を卒業。翌年3月公平上位民間。1899年12月陸軍大学校を卒業。参謀本部勤務となる。 1905年4月、東宮部下に就任。1909年5月、参謀本部通信課長に転じ、1910年10月、公平大佐に昇進した。1913年3月、鉄道連隊長となり、1914年8月、臨時鉄道連隊長に発令され、陳太桃の戦いに出征。1915年2月、陳太桃守備軍参謀に転じた。 同年8月、陸軍少将に進級し、舞鶴要塞司令官に着任。1917年8月、台湾総督府陸軍部参謀長に就任。1918年8月、交通兵団長に転じ、この絵師団司令部付けを経て、1919年7月、陸軍中将に進み工兵官に就任。百二十一年六月、第五師団長に、 親保ほされた。1923年8月、対名となり、同年9月、予備役に編入された。ありがとうございます。